YouTube チャンネル始まるよ。シャキュッ。壁よキッチン汚れ防止シート透明中国製。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品は壁よキッチン汚れ防止シート透明中国製。まだ入りきれないんで斜めですいません。壁面の油、水分の汚れ、傷防止に、汚れても拭きやすい、お手入れ簡単、透明だから壁の色模様がそのまま綺麗、シワになりにくいから綺麗に貼れます。じゃあ詳細見てみましょう。よいよい、シャッケーキュッ。詳細、品名、壁用キッチン汚れ防止シート透明中国製。特徴、キッチンのタイル面、ステンレス面の壁面に貼るだけでキッチンの壁につく嫌な汚れを防ぎます。耐熱軟塩タイプですので、キッチンで安心してご使用いただけます。ポリエステルシートですので、キッチンで安心してご使用いただけます。米印、使用方法は実践にて、こんな壁には使いませんということで、化粧合板、壁紙、ガラス、木の壁、土壁、素焼きタイルなどのザラザラ面や凹凸面には使用しないでください。壁面を傷める恐れがあります。品質表示、材質、ポリエステルフィルム、サイズ、括弧、縦45センチ、かける横90センチ、1枚入りです。それじゃあ実践見てみましょう。よいよい、シャッケーキュッ。はい、壁用キッチン汚れ防止シート透明を使いたいと思います。やべえ、2本撮りなんじゃないか。これも90センチ、45縦のね、90センチ超長いです。こんな感じですね。壁9枚分です。タイルのあらかじめ私はもう毎度ですけど、切る省略のため切るとこを省略します。というか簡単バージョンします。このように切っての、そしてテープ時短にしてないな、セロテープかなんかくっつくテープ、なんでもいいです、テープならもう手でちぎっちゃう感じです。そして表面、裏面、くっつかないっていうか剥がれないもんね。テープこうカットしたいんだけど、一本でいきます。かなり焦るね、やっぱ失敗すると焦る。裏入ってるから表面にも貼って、してこんな感じで、はい、透明です。もう透けて見えるモザイクがあってね、モザイクみたいな感じ。して壁面を拭きます。して壁面にね、できたら中性洗剤が良いと思います。私はね、水って書いてるけど中性洗剤。粘着式だからね、ベタッとくっついちゃうんだよ、水だもん。剥がしにくいんだよ、しゃ。そしてこんな感じで、これ滑る、中性洗剤滑るよ。乾いてから後で空気抜いてもいいしね。そしてスクレーパーでこんな感じ。はい、透明だから見えづらいけどこんな感じですね。1,2,6,7,8,9,10,11枚目。はい、いかがですか。しゃあエンディングです。シャッケーキュッ。
はい、感謝。壁用キッチン汚れ防止シート透明中国製、11枚目かな、11枚目、11枚目タイル入りました。皆さんもね、いろんな用途に合わせて注意事項、とか取扱い説明とかいろいろ読みながら、あなたに合ったデザインの DIY っていうか貼ってください。じゃあこれも良いと思いますんで、これも良いんで、良い良い、グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントもします。チャンネル登録こちらよろしくお願いします。過去の動画こちら貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ課金、課金、ダブル格好、笑い、コンザンキ、シャクマン、バーベキューが得意、格言、近づいぜ、花粉症、風邪、コロナに気をつけて、手洗い、うがい、温かい格好して近づいてください。シャッキュー。